こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は秋田県秋田市大宇本線土崎駅にやってきました。全国的に大雪に見舞われていますが、こちらの秋田県現在雨が降っており、風がとても強くなっています。土崎駅東西歩道橋港ウィロードとありますので、まずは避難したいと思います。以前も訪れています土崎駅、こちらが駅ホームとなり、反対を見ますと大宇本線東の城方面。映像で確認しづらくなっていますが、この先進みますと大宇本線の貨物支線、通称秋田港線が左方向にそれていきます。左方向から迂回するような形で、この奥に見えるのが秋田ポートタワー、通称セリオンと呼ばれる建物です。貨物線が伸びるのは秋田ポートタワー周辺の秋田港駅まで。以前は秋田臨海鉄道が各方面に伸びていましたが、現在は廃止となっています。風は強いものの雨が上がったということで、速やかに移動中。大宇本線と秋田港線の分岐地点、この先さらに進みますと、以前から同行の方を気にしている元青森車両センターに所属する24系客車27両が留置されています。もともと上野から日本海側回り青森まで結ぶ寝台特急あけぼの号で使用されていた車両です。廃止されまして、海外譲渡の話が決まり、港に留置されていたわけですが、どうやら話がうまくまとまらなかったようで、そのまま留置。もともと JR 東日本所属となっていましたが、車両をあとは船に乗せて運ぶだけ。そこまで話が行ってたところで中止となりました。所有権の方がはっきりしていなかったようで、そのまま港に留置。前回訪れた際、秋田港駅の方で朽ち果てていた24系見てきましたが、今回大きな動きがあったということなので見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。線路が伏線となり、風力発電、左にはポートタワーセリオン、遠くを見ますと24系客車が見えてきました。右方向に団体専用臨時列車などが発着する秋田港駅、左方向にそれる線路は現在廃止となってしまった秋田臨海鉄道の線路です。以前訪れた際と違う点としまして、24系客車この辺りで見れた気がしますが、だいぶ前に移動しています。そして車両の方も少なくなったような気がします。電源車カニ24の23、こちらの車両はオハネフ24の8。以前もっとたくさん客車の方見ることができましたが、デイ10型などが留置されていまして、見ることができなくなっています。秋田臨海鉄道に所属していた DD56 の2号機、左の客車はオハネフ24の25ということで、寝台特急あけぼの号当時はゴロントシートとして活躍をしていました。熊さんがふんぞり返っていますが、こちらの車両は乗車券と指定席特急券のみで乗車ができたお得な車両。現在でいう寝台特急サンライズ号の伸び伸びシートといった感覚でいいかと思います。一部ブラインドが少し上がっていますが、誰か覗いていないか心配です。こちらの機関車、ディーゼル機関車が4両留置されています。車番プレートは塗りつぶされて確認することができません。しかしこちらの車両は DE10型1512号機、こちらも黒く塗りつぶされています。そして24系客車と DE10 型がもう1両、周りには足場のようなものが設置されています。
秋田臨海鉄道 JR 貨物秋田港駅に到着しました。先ほどの足場のようなもの、シートに覆われていましたが、強風ということから一部取り外されています。中の様子を伺うことができますので見ていきたいと思います。たくさんの24系寝台客車を確認することができますが、右を見ますと残念ながらスクラップの山、この場所で解体となってしまいました。営業はしていませんが、こちらが秋田港駅です。右を見ますと中で車両解体が行われているということで、コンテナがきれいに並べられています。作業は行われてないものの、スクラップの山、こちらが24系です。この後は反対側のポートタワーセリオンに登り、上から中の様子を見ていきたいと思います。ということで展望台に登ってきました。以前同様、受付に声をかけたところ、今回もどうぞということなので、こちらから見せてもらっています。通常地上からであればシートに覆われていますので、中の様子を伺うことはできません。しかし本日半分程度におられていましたので、地上からも様子を確認することができています。しかしやはり展望台からであれば全貌が明らかとなります。コンテナがたくさん留置されていますが、以前貨車、呼気をこの辺りでたくさん確認することができています。しかしこちらの解体現場で24系と同様に解体されたと聞いています。そしてきれいに並べられたコンテナの一部の扉が開いています。内装解体した廃材などをコンテナに収納しまして搬出しているようです。以前27両留置されていた車両も約1ヶ月程度で15両の解体が終わり、残すは12両のみとなっています。あっという間に解体作業が進んでいきます。展望台から降りてきて驚きましたが、残る車両はあと12両。あっという間に24系は消滅してしまいそうです。秋田臨海鉄道南線となります。前回はある程度レールの方を見ることができましたが、今回上空から見まして撤去がかなり進んでいます。この先列車が走ることがない配線、レールの方は錆びていまして、ちょっと切なく思います。先ほど DE10型、車番が黒く塗りつぶされて確認することができないと言いましたが、どうやら切り取られているようです。錆びた DE10 型や錆びた24系の屋根、もうすぐ見ることができなくなるのは近そうです。引き続き動向の方見ていきたいと思いますが、この解体スピードでは次回やってくるまで残ってるか定かではありません。この先もいろんな車両、いろんな列車見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。風がとても強くなってきました。最後にゴロンとシート熊さんを見ながら、この辺で秋田港から失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。